ペンディングトレインの話がフラッシュで出てんのかな。山田裕貴が主演を務める金曜ドラマのペンディングトレインの視聴率がどうも伸びないってことですね。本作は恋が続くよどこまでも、聞かざる恋には理由があってなどの脚本の金子ありさ氏によるオリジナルストーリー。僕最初見てたんですけど、入院して見なくなっちゃったんですよね。そう。まあその話は後でまたしますが、山田の他にも赤楚衛二、上白石萌歌、なにわ男子の藤原丈一郎、松雪泰子ら豪華キャストが揃って期待が集まってたが、初回の平均視聴率7.6、ここは良かったんですよね。でもそこから数字が下がってきて3話から 5% 台に低迷、結構爆死状態なんですよね。前回の、前話平均視聴率 7.7% だった全クール100万回言えばよかった、これは佐藤健くんのですよね、を下回ったまま折り返しに突入している。そう考えると100万回は良かったわ。視聴率良かったんじゃないですかね。今の時代にしてはね。良かったのかなと思いますけど。ここね、サバイバル生活が始まって数日経過してるのに、男性は武将髭も生えない。女性はメイクが崩れず、髪の毛はサラサラというリアリティ不足の演出が、毎回ネット上で突っ込まれる始末。尺稼ぎの回想シーンが連発され、終盤にならないとストーリーが動かないというテンポの悪さが指摘される上、5分に行かないペースで CM の多さにヘキヘキしている視聴者も多い。僕も2週間ほど入院しましたが、まあ見ての通りですよ。もう髭も、武将髭も生え放題。髪の毛もね、やっと1週間ぐらいで風呂入れたんですけど、それまでもしっとり、肌もボロボロですよね。もう老けだらけですよ。ぶっちゃけ。入院生活でそうなんですよ。もう部屋にいるだけで、ちゃんとね、ご飯も食べれてね、部屋に行って、それだけであんな形になるのに、サバイバルなんてね、過酷じゃないですか、もっと。それなのに、男性は武将髭が生えない。女性はメイクが崩れないっていうのは、もうちょっとそこはね、考えられないですよね。まあ、いくらね、ドラマとはいえね、多少は、ちょっとやった方がいいんじゃないですか。服とかもっとボロボロにするとかね。まあ、それでまあ、その CM の中では、まあ、CM は好評だった。キリンビールの CM は、元の世界に戻った暁にはマスキン飲みたいと思われる。ドラマの内容とは相性はかなりいい。また5月22日をもってキング&プリンスを脱退した平野翔が今まで通り出演してしていたと。同日にジャニーズ事務所を退所していることからしばらくテレビでは顔を見られないと思っていたファンからペンディングトレインの CM の件で、今日も平野くんに会えた、ありがとうございます。ペンディングトレインで平野くんのファブリーズの CM が流れているだけで泣きそうになると大反響となってしまったと。あ、どうなんですかね、平野翔くんの CM は、CM 自体流れるんですかね、これからも。まあ、このドラマの話なんですけど、僕、その、入院してる間に、消灯時間が9時なんですよ。まあ、それもあるし、あんまりこう、テレビとか、一応ね、テレビはカード買って見るんですよ。結構高いんですよ。10時間で1000円かな。まあ、一瞬でなくなっちゃうんですけど、そんなにね、見れなかったんですよね。特にドラマがね、でドラマってやっぱり一回見逃すと全然見る気が失せてしまうというか、でほぼほぼ見れてなくて、このペンディングトレインもそうだし、うん、王様に捧ぐ薬指とかも見てない、教場も結果的に見てないですね、結局ね。まあ、唯一見てたのがラストマンなんですよ。ラストマンはね、面白いんですよね。なんかその都度その都度面白いし、唯一ラストマン、あとまあ唯一ドラマではないんですけど、鬼滅の刃は見ちゃってましたね。密かに見てましたね。起きてね。本当はダメなんですけどね。見てました。で、ちょっと考えたんですよね。もしか、ここが百余化だったら見てたかなというふうにね。百余化とえらい差をつけられてるんですよね。ペンディングトレインはね。5% 台。でも百余化落ちたって言ったって、ね。7% 台。一回、6% 台ぐらい行った時あったんでしたっけ。まあその帳消しじゃないけど 12% ぐらい行ったね、 WBC の時とかもあったんで、まあ 7.7% という高い視聴率、平均視聴率をキープしたんでしょうけど、じゃあ僕は104日が入院中に104日だったとしたら、僕はでもね見てたんじゃないかなと思うんですよね。104日だったら見てたんじゃないかと感じます。ペンディングトレインだから見なくなったんじゃないかなっていう感じがするんですよね。いや、ペンディングトレイン最初は面白かった。最初はめちゃくちゃ面白かったんですけど、もうおっしゃる通りなんですよね。
あんま展開がないですよね。その展開が全く激しくないんですよ。遅いんですよ、展開が。あと、そのリアリティですかね。やっぱ、小綺麗なんですよ、ずーっとね。サバイバル感が出てこないんですよ。中にはね、杉本哲太さんみたいなね。まあまあ、ちょっと狂ったね、役どころの人とかね、いたりとか。はあるんですが、まあ、それでもね、なんかサバイバル感が薄いんですよね、サバイバル。やっぱみんな小綺麗なんですよ。もうサバイバルの僕のイメージってのはもう、あれですよ、みんなもうすっぱだかで、もうそれこそ、ボロボロの服はもう着れないってなってすっぱだかで、葉っぱで隠すとか、それがサバイバルなんじゃないかな。もうほぼほぼもう裸でいいやっていう生活がサバイバルなんじゃないのかなと思うんですよね。でも結構みんなちゃんと服着てるから、サバイバル感がないんですよね。もうだからもう少し演出を研究した方がいいですよね。せっかくあんなにセットをがっつり作ってるんだから、もっとなんかボロボロの服にしちゃう感じですよね。髪の毛も、もう何ヶ月いるのかちょっとわかりませんが、もっとぐわーっと伸び放題になってるとか、もうレゲエの人みたいになっちゃうとか、もう葉っぱ一枚で隠すとか、なんかそこら辺までやってほしいなと。それだったら僕多分見てたんですよ。戻し、と僕は入院中に結局見たのは唯一ラストマン、ドラマだと。この春のドラマだとラストマンだけでした。まあ、104日だったら、多分僕は見てたろうなというふうに思います。なぜならやっぱ YouTube で104日だけは言いたかったんで、104日こうだったよなと思いをみんなと共有したかったっていうのがあるから、104日だったら見てたろうなと。純粋に面白いから見れたのは、ラストマンだけでしたね。こんな話でした。